はようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、やってきましたよ。ねえ、すごいね、ここ。ちょっと待ってください。ん、なんかまずその前に、うん、なんか気づくことないですか？髪切ったね。そう、もうすごい短い。めっちゃ切ったんですよ。なんで？どうすか？いや、お仕事で。まあまあ、まあ、ロン毛から一回脱退して、またこれまだロン毛なんだ。またロン毛に戻っていきます。はい、はい、ということで松本さん、今日は松本さん新事務所の植物を買おう。あー、なるほどね。ドンと、うん、こっからずっと会社はもう第2章ですよ、松本さんの会社は。だからその第2章にふさわしい植物を今日、はい、買って、はい、して松本さんが死ぬまで、はい、その植物を、だからこんぐらいにできればいいなと思ってます。松本さんが死ぬ頃ぐらいには。はい。いや、はいじゃないですよ。はい、ぐらいまでちゃんと丁寧に育ててくださいね。わかりました、それはやります。はい、いただいて。ということで探しに行きましょう。はい、ということで今日一緒に付き添ってくれる百瀬さんです。あ、どうも、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか会社にふさわしい、はい、ドンと。じゃあでもまだ大人になってない。これからの、これからまだこんぐらいでいいと思うんですよ。これをもうちょっとでっかくでいいけど。いや、やっぱこんぐらいからスタートして。いや、もうちょっとでかいと思う。今の人がすごい。そうそう、俺そんなに君じゃないんだ。こんぐらいのやつを、うん、じゃあ結構大きくなる。なんかもう部屋埋め尽くすぐらいの。いや、埋め尽くしたくないのよ。70年に狭いんだから。こっから松本さんも今の事務所にいる、ずっといるわけじゃないじゃない、うん、だからどんどん場所もどんどんでかくなっていって、その時にはもうこんぐらいのものになるぐらいの、もう60年、70年に続いてこんぐらいになるぐらいのやつをちょっと今日チョイスしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで行きましょう。行きましょう。こんなのがいいですかね。そうですね、最初コンパクトでだんだん大きくなってるのが木がいいと思うんですよ。木の幹がちょっとついてる。あ、俺の意見も聞いてくんない？いや、じゃあちなみに聞きましょう。まず手間がかからない。ああ、それはでもそれいいです。会社と一緒ですよ、手間をかけて。だから辛いことも乗り越え、会社と一緒ですよっていうか、会社に手間をかけてるから木に手間をかける暇がないんだよ。そうか、そうそうそう。あ、だからこういうの、こういうなんか、あれこれよりちょっとちっちゃいぐらいがいい。あ、こんぐらい、最初のこのぐらい、こんぐらい。あれあります、ガジュマル。ガジュマルもありますよ。ガジュマルもね。ガジュマルまず見に行こうよ。ガジュマルの木結構テーブルサイズなんで、でも結構大きくなるんですよね。それもちょうどガジュマルが、あれもガジュマルなんだよ。あ、これだ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 。これめっちゃいいじゃないですか。これガジュマルですか？めっちゃでかい。めっちゃいいじゃないですか。こんな風になるってことですよね。そうですね、ちゃんと綺麗に。なるほど。高さはもうまま出てくる。え、めっちゃ、あ、ガジュマルいいっすね。ガジュマル育てやすいですか？これから始めたい方も、まあ、ガジュマルから手に取る方もいらっしゃる。とても育てやすい植物では。かわいい。あ、これがガジュマルだ。いいじゃないですか。本当に今ちょっと卓上のサイズ。本当だ、ガジュマルの木って書いてる。ほら、いいっすね。だからキムチ、ん、あ、キムチナ、キムチムナ、あれですよね。沖縄の妖精のやつですね。そうですね、ガジュマルのキジムナーが出るさ。あ、キジムナーとか言ってる。キジムナーが出るさ、この木に住んでる妖精。そうですね。へぇ、キジムナーが出るよ、ニーニー。ポニーテールってあります？ノリナも、そうですね、ポニーテールはチンゴニアの方。あ、じゃあ見に行こう。うん、行きましょうか。緑色なんですけど、うん、
うんうん、外側にこう白く色素の抜けた部分があるし、かわいい、値段もかわいいじゃないですか。値段がかわいくない、なんか本当値段かわいくない。でも普通にでもこういうものですよね。でここまで成長するのがまずすごいってことですよね。そうですね、未来の方は全然幅が違う。あ、そうなんだ。でもやっぱ買うならこっちですよね。お前こっち安い、うん、でもこっちの方が綺麗。でもここまで成長するだけの値段はやっぱ綺麗だし、買い方も。でもなんかちょっとだけ俺はあんまタイプじゃない。タイプじゃないですか。汚らしい。汚くないあ、これかな俺。待って、ちょっといけてんな。これがいいな。これいけてますね。サボ、まあ、部屋の中の台になってますけど、明るくて風通しないとこだったら全然いけます、ね。何すかこれ。これはサボテンを切って、あの本当はあのなんか親の切って、うん、サボテン切って刺して小株をどんどん作っていく。こんなんでもいいけど、確かに。こう虫寄ってこないやつがいいです。虫寄ってこないです別に。環境次第ですね。絶対つかないっていうのは基本的にないんで。まあそうだよな。つきにくいとかつきやすいっていうのは若干あるんですよ。あ、俺こういうのがいいかも。どんなのがいいですか。いいじゃん、あれがいいじゃん。いや、あれちょっと高いんで無理です。そんな高くないでしょ。あれめっちゃ高かったですよ、28,000。俺サボテンがいいな。サボテンがいいですか。サボテンなんかだって買わないもん、ほとんど。こういうサボテンだったらこういうサボテンなんかがいい。ただまあこうなんか花芽がついてるんですよ。これ芽がついてる、これなんすか。花です。え、花咲くんですか。花咲きます。咲かないですか。すごいすごい、珍しいんだ。もう絶対夏前後、一番暑い時期に咲けて、ね、夏前とか秋入ってよって言ってた。夜しか見えない。え、そうなんですか。あ、なんかそんなん聞くよね。一晩2時間くらいずれて絞りちゃう。じゃあこれにします。いやでもなんかなんつーの、この観賞用としてこうやって置いた時にさ、うん、ザックザクに切られてそうか。かわいそうになっちゃった今俺。でもこういうもんですもんね。それが好きな方は、うん、へえ。柱が好きな方は好きです。ガジュマル行きましょう。ガジュマル、ガジュル嫌です。なんかなじゃあサボテンにします。サボテンも捨てがたいね、うん、まあ、可愛いけどね、うん、だから可愛いよね。加工の木と、まあ、幸せいっぱいっていうふうには言われてます。いいね、いい枝。あとこういう形を見るって感じですね。そうですね、枝葉はなんとかなるんですけど、下の土台が、土台はあの変えようと思ってもなかなか変わらないんで、うん、で、まあ、ちょっと丸葉の方と尖ってる葉っぱの方あるんですけど、うん、尖ってる葉っぱの方が高さは出るかな。こっち大きくはなりますね、うん、こっちの方。あ、じゃあ尖葉にする。尖葉にしましょうか。いやでもなんか多分そっちにも、松本さんがこれだって思うやつを言ってください。これだってじゃないと、やっぱ、うん、自分の好きじゃないやつを置いてもやっぱ運気下がる。なるほど、うん、じゃあサボテンかな。サボテンにします。いやマジで本当自分の好きなやつの方がいいっすよ。なんかサボテンっていいじゃん。なんかサボテンってほっといていいっていう、なんか本当そのイメージが強いだけね。いやそれちょっと楽しようとしてるじゃないですか。枯らしてるダメ。ちっちゃいのでもいいから。サボテンってなんか秋冬あるはしっかりお水あげていただいた方が。わあ、覚えとけるかな、春と秋。秋、うん、水あげるんですね。そうですね、この時期しかお水なかなか吸い上げられない。これだな、いろいろ考えた結果。こっちにもある。もしくはこういうの、こういうの、こういうの、あ、まあ悪くない。電系柱、ああ強そう、でかくなる。でかくなる。じゃあこれいいじゃないですか。電気柱ちょっと品種違うんですけど、一番すぐなやつ。あれちょっとあんなんの、マジマジ、あの風始めるね。うわーすげえすげえ、こんなんなるって。え、絶対これじゃないですか。電気柱こんなん。やっぱあれですよ、
弁慶馬車にする、うん、弁慶馬車の方がよくないですか。名前もなんかちょっとかっけーし、弁慶中、弁慶中、いやグリーン中、弁慶氏みたいな、弁慶氏、ドクター X に出てくる猫、弁慶氏。え、嫌です。いいよ、いこれマジちょっといけてるな、うん、え、形どれがいいですか。全然わからん。これかこれだな、うん、なんとこれちょっと傾いてるかな、俺的にはこれ、これだな、うん、じゃあこれするか、これにこれください。弁慶中にしようじゃあ。ここからこれ植木鉢はこの子にいっといた方がいいんですか。植え替えるとしたら4月とかそのあたりの、うん、あ、まだ買えないわ、はい、うん、これからちょっと寒くなっちゃうんで、そう、それそこ空いてるんですか。空いてます。これなんかお皿とかあった方がいいんですか。お部屋の場合はお皿は必須ですね。あ、なんかお皿売ってます。お皿ありますよ。お皿見ようよ。見ましょう。買ってお皿も。いいですね。買ってあげましょう。お皿も買ってよ。お皿も買ってあげましょう。あ、こういうこと。ちょっとちっちゃい。ちっちゃいよね。これかな。あ、違うな。ちょっと別の黒。ちょっとおしゃれなのがいいですけど。はあ、でもだったら全部一緒にした方がいいですよ、鉢と。ちょっと陶器的なおしゃれなものがいいですけど、せっかく買ってくれるっつってるの、うん、だったらもう鉢もあれじゃないですか。鉢はだってまだ今買ってもですよ。鉢とでもああいうのと合わせるもんじゃないですか。そうですね、もし花だけに植え替えるときに、なるほど、あとセットの鉢みたいなのがあれば、うん、ってことですね。だから一旦、ああ、こういうの可愛い可愛い可愛い、こういうのですね。でもこれはあれ、次来年の4月取るときに、うん、これそうかそうか、また企画にします。その時にする、うん、なるほど、こういうのめっちゃいいじゃん。いいですね、こういうのいい、これなんかかっこいい、だいぶ印象変わるんで鉢、まあ、だいぶ違う、うん、この中に入れとこうかな。あ、そうですね、あの鉢カバーで、あの悪くないと。いやいや、でもなんかどう違う、これちょっと違う、いけいけ刺さったマジですか、血出た、血出た、血出てない、刺さった、もう刺さった、もうやだ、いや、ダメ、愛してください、これ、やだ、弁慶中痛い、本当に痛い、最初端このくらいのものだと多分入れっぱなしにしておけるかも、うん、あ、なるほど、本当だ、あ、確かに時期が来たら植え替えで、もなんかシンプルなのがいいな、うん、もしやるな、深さがこのくらいあるとそのままいけますよ。でも、いや、やっぱ松本さん、これ、うん、来年の4月にちゃんと植え替えしましょう、うん、はい、いいね、俺サボテンって人生で初めて買うわ。え、初めてですか、うん、初サボテン、初サボ、え、嬉しいじゃないですか、マジで松本さんの第二章、マジで初サボテン、いいじゃないですか、今感じたの、うん、これでもうしよっか、うん、はい、おろす、じゃあこれください、ありがとうございます、はい、これ、はい、うわすごい、このじゃあ事務所持っていくか、はい、行きましょう、で、ありがとうございます、ありがとうございます、本田さん、ありがとうございま、助かりました、そして、うん、次回ここでまた、俺はまだやりたいことがあるんです。あ、まだなんかあるんですか。あります。何、続きはまた今度、バイバイ。今回は、うん、僕も鉢植えをしようと思って、うんうん、僕の家にあるやつを持ってきました。なるほど、なので今日はこれを鉢植えしたいと思います。鉢植えする、じゃん、ほう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 、こんぐらいでいいですか。そうですね、これ下の気持ちちょっと入れてあげました。センスいいじゃん。うん、そうなんですよ、センスいいじゃん。どうもありがとうございます。稲垣誠也のまずやるチャンネル、チャンネル登録よろしく。